はい、ロッテセンターハノイの周辺の道路の、状況ですかね、カメラに収めたいと思います。ちょうど向こうに、ちょっともやってますけど見えてる高い建物がロッテセンターハノイですね、はい、この周りがどんな雰囲気かということですね、はい、真剣にロッテを検討されている方多いと思うんで、はい、どんな感じかですね、はい、ちょっとカメラに収めます。で、私自身も実はもう3年半ぐらいこの金間に住んでます。で、私どもの会社も金間にあります、はい、なんで大体こんな感じですよっていうのは僕らは分かるんですけどもね、なかなか初めての方、まだ来たこともない方はちょっと難しいかなと思うんで、はい、ご紹介していきますね、はい。まあ、今時間はお昼の1時過ぎなので、まあ、比較的ちょっと空いてる方かな。本当はもうラッシュ時、朝夕はこんなもんじゃありません。ここはもうぎっしりとバイクと車がね行き交う道、まさにこれ金馬通りなんですけども、はい、ここに見えてるようなビットコーポレーションとかビットタワーとかハンディレスクとかこういうオフィスビルですねが建ってます、はい、向こうまっすぐ行ったら、まあ、V タワーとかアイコン4とかもあります、はい、この道沿いですね、はい、なんて言いますかね、金馬の雰囲気、周りの状況がどんなもので、例えば太古の東側の例えばフレーザーの周辺、セドナスイートの周辺、その辺がどんな感じかっていうのをね、今回カメラに収めて実際に皆様に見てもらおうかなと思ってます、はい、今ちょうど金馬の周りがねどんな感じかっていうのをちょっと見てもらおうかなっていうのでカメラを回します、はい、これずっと金馬通りを、走って向こうに見えてる高架がねちょっと見えてきたと思うんですけど、あの辺りが、最近高架もできたんですけども、まあ良材通りですね、あそこ左に曲がって向こうに行くと日本大使館がすぐにもう目に 見えてくるんですけど、日本大使館の、道ですよね、前の道、その大きな交差点のちょうど、この交差点がこの場所ですね、はい、で、こちらずっとカメラを映すとちょっと向こうに上の方にロッテが見えてますけども、この横の建物が、まあ、デーウホテルですよね。韓国の大統領も最近ここに泊まったんですけど、デーウホテル、もう今はベトナム資本に切り替わってます。デーウさんは手放したんですけども、はい、ここがデーウホテルですね、はい、こんな感じですね、まあ、日本食レストランとかいっぱいありますね、金馬なんでココヤとか、はい、福玉とか、まあ、いろんな店がたくさんあります。ヤンチャーとかね、はい、ありますけども、ご家族でお住まいいただくエリアとしてどうかなっていうことなんですけども、はい、ここは、デイホテルですよね、はい、どうかなっていう感じです。要はお子様がこう自由に走り回ったりできるようなエリアがねあるかどうかっていうことです。ここはデイホテルの敷地の中ですね。この向こうが、ロッテハノイですね、はい、ちょっとあえて広い道沿いに歩きます、はい、広い道沿いに歩きます、はい、こんな大きな交差点ですね。これ向こうにまっすぐ行ったらホアンケムとかハイバーチュンの、市街の方に行きます、はい、これが北に曲がってこれ向きが北になるんですけどもね、まっすぐ行くと包帯の方ですね、ウエストレイク、太古大きな湖ですけども、そこにぶち当たります、はい、こんな通りですよね。なんで車の、まあ、交通量はたくさんもうあります、はい、この中でまあロッテの中でお住まいいただくっていうことですよね。車タクシーで10分15分走らせればとっても綺麗なね公園とかも近くにはあるんですけども、まあ、でもタクシーで10分15分ですから、ちょっとお子様と連れ立って自転車で行くとなると少し遠いかなっていう気はします。はい、こんな感じですね。もう見えてきました。高架がちょうど降りるあたりの手前側からロッテセンターハノイですね、これです、はい、このビルがロッテセンターハノイです、はい、地下1階にロッテマートを有しまして、1階から5階ぐらいまでが、まあ、専門店街ですかね、はい、上がオフィスがあって、その上がサービスアパート、ホテルまであります。ちょうどこの去年に完成しまして、約260軒270戸ぐらいのアパートがこのハノイに急に出現したわけですよね、はい、まあ数こんだけのまとまった数のアパートがいきなり増えたんで、この周りもちょっといろいろいろんな意味で、まあ、戦々恐々としてると言いますかね、
はい、供給量が一気に増えたんで、しかも生実家最低でもまあ2000ドルの後半から始まるような野心帯のアパートが出現しました。はい、ここがもともとあったデイウの、まあ、ダイハビジネスセンター、これオフィスですよね。こちらがサービスアパートですね。はい、デイウダイハのサービスアパートです。この道路挟んでこっちが、ロッテセンターハノイですね。はい、でこの周りちょっと向こうの方に行くとオーストラリアの大使館があったりとか、目を転じて右側のまっすぐ行ったらもうすぐそこが日本大使館です。はい、この道ですね、こういう感じです。どうでしょうか、ちょっと道をね、怖いんですけど渡りますね。怖くはありませんが慣れましたんで、はい、こうやって渡ってですね、ドライバーの目線を外さないで渡らなきゃいけないんですけども、はい、渡ります。こんな感じでもうバイクがバン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 走ってます。はい、でここからがロッテセンターハノイということですね。はい、まあ、周りの雰囲気、よく見てください。ロッテの周りがこんな感じです。で金馬って言ったらどっちかというとまあオフィス街と、あと単身者がねやっぱり住まう街というか、太古の東側行くと家族連れがやっぱり多いというのが通り相場というか、大体そういう選択肢をされます。はい、太古があるということはその湖、大きな湖には車もバイクもこういった感じで走っていませんから、まあ、片方が太古ということは、まあ、片方だけ交通量が多くても片方は交通量がないということで、まあ、空気もそこそこきれいになるし、うるさくもないし、まあ、家族として小さなお子様がいらっしゃった場合はお子様の健康も考えたら太古の周辺に行く方がいいんじゃないかっていう判断だと思うんですよね。はい、あとそれと太古の周辺には結構ご家族態度の方が選択するのに、まあ、いいアパートが結構詰まってます。たくさんあります。なので、まあ、いいアパートがあるところに日本人はやっぱり集中しますし、はい、なんといっても、まあ、世界でも有数のバジェットの予算の高い、国が日本ですから、はい、やはりいいアパートには日本人が殺到するというのは当たり前ですよね。はい、いかがでしょうかね。はい、こんな感じです。はい、まあ、金馬に、まあ、住む、必要性のある方ですね。金馬で住むのにやっぱり理由のある方、例えばこの金馬には、まあ、ご友人の方、お子様のお友達の家族とかも結構固まって住んでるとかね、はい、そういう方だったら、まあ、金馬っていう選択肢もあると思いますし、まあ、ご家族でもやっぱり赴任者の方々が先に住んでる方々がやっぱり金馬に住んでて、自分だけ太古の方に引っ込んじゃったらちょっとこう車のピックアップの関係で、みんなに迷惑をかけますというんであれば、皆さんがすでに先行赴任されてる方の家の近くに住んでる方がいいわけですよね。そういうもう客観的な状況から環境からといいますか、まあ、ハノイ、金馬の方に、まあ、今日構える方が何かと便利なんだっていう場合は、まあ、金馬でいいと思いますよね。もちろん逆もあると思います。逆に太古の方に住む意味があるんだれば太古の方と、どっちがいいとかね、どっちが悪いっていうことではなくて、この方にとってそこに住むことがとても便利で住みやすいと思えばそこが一番いいと思います。はい、この今横日本の国旗がはたまいてますけど、これが日本大使館ですね。はい、日本大使館の前、良材通りです。これまっすぐ行ったら、ウエストレイクですね。はい、でここ今学校ですよね、 HIS。 はい、結構インターナショナルスクールとしては結構有名なんですけども、 HIS、 例えば HIS に子供さんを行かせたいという場合だったら歩いてすぐですよね。今ロッテセンターハノイから歩いてきました。これが HIS です。ここです。で、すぐそこがもうロッテですね。はい、ロッテのもうお膝元にHIS があります。どうしても通学、例えばインドネシアで通学をもう5年間やってたんだという方がこの前ハノイにいらっしゃったんですけども、もう何を置いてももう通学で1時間2時間かかると、なんせ道が混むんだよね、インドネシアは、ジャカルタはもう大変だったんで、子供には楽して通学をさせてあげたいんだという方がもう学校のすぐ近くに居を構えるっていうこともあると思うんですよね。なんでその方の環境によって置かれている立場というか、それによってはやっぱり違ってくると思うんですよね。はい、そういう意味で、まあ、金馬に住む理由のある方はこちら。ただ、まあ、ロッテセンターハノイの周りがね、どんな雰囲気かっていうのはちょっとわからない方も多いと思うので、
お知らせしておきます。こんな感じですね。交通量は多いです。交通量は多い、決して少なくはありません。太古の双眼、例えばフレーザースイートの前の寸十通りに比べれば倍以上の交通量です。ですので決して交通量も少なくて閑散としてて非常に静かだよという環境ではないと。ただこれだけの規模のサービスアパートですから、はい、中にね、いろんな遊戯施設であったり子どもさんのキッズルームであったりそういったものをしっかりと作り込みをされていると思いますので、そういったものと比較してね、選んでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、以上ロッテハノイのロッテセンターハノイの、周辺の雰囲気、道の雰囲気ですかね、を、カメラに収めてみました。もうちょっと撮ってみましょうかね。よいしょ、はい、こんな感じです。はい、以上レポート終わります。